い、皆さんこんにちは、しおです。よろしくお願いします。ということで、本日はですね、銀魂コラボがやってまいりましたので、復刻ですね。新しいコンテンツはそこまでなかったんですけれども、復刻で一応ガチャとかは来てるんですよ。はい。で、まあ年末年始で復帰した方だったりとか、去年まあ結構熱いコラボが来てたので、銀魂コラボをまだ経験してないって方のために、今回の情報修正も踏まえて、銀魂第1弾、第2弾、どのキャラがどこで使えて、まあどれぐらい今環境に適して強いのか、だったり、まあ引くべきなのかってところの結論までちょっとね、お話ししていければなと思います。ということで、まず大前提として、銀魂が好きな人、これはもう僕がこの後何を言ってももう自分の意思で引くか引かないかは決めてください。そうじゃなくて、銀魂とか別にそこまで好きじゃないし知らないしみたいな人が、キャラの性能と向き合う方のための動画にします。いきます。第1弾、じゃあまず坂田銀時。はい、まあ情報修正で今回一番上げ幅があったんじゃないかなってキャラになると思うんですけれども、まあ特に殴りの部分がめちゃくちゃ強くなったんですよね。はい、レベル120レベにして、まあ3過激の同族過激、加盟撃、過激速をつけた段階で、ゲージ成功時攻撃力が3万8000ぐらいいくんですよ。うん、でもともとその3万8000の時点でもだいぶ強かったんですよね。でシュリンガールとかで使える、当時も騒がれたと思うんですけれども、そこがさらに、もともと持ってた麻酔 L 2.5 倍、超アンチダメージオール 1.3 倍、で新しく情報修正で追加されたレフトポジションキラー 1.5 倍、で、弱点キラーが弱点キラー M になったんですよね、ゲージのね。なんでそれが 1.5 倍から2倍に上がってます。今の倍率が全部かかってしまったらもうとんでもないことになるんですよね。はい、で2段階目の SS が、時強が 1.3 倍だったはず。はい、1.3 倍、さっき調べたんで多分合ってると思うんですけど、 1.3 倍なんですよね。でもうその全部の倍率がかかって殴った日にはもうとんでもない火力が出るんですよね。うん、ただまあなんか最近って結構その超アンダメとか超ワープとかつきがちで、いろんな倍率が掛け合わさることっていっぱいあると思うんだけど、ちょっと冷静に考えてみてほしいですね。はい、地雷 2.5 倍は最初の4ヒットですね。地雷持ってる、まあ4ヒットじゃないか、超枚数じゃないんで拾わなきゃいけないっていう、まず手間がかかるでしょ。超アンダメもあれだね、ダメ山に触れなきゃいけない、で弱点キラーも弱点を殴んなきゃいけないっていう条件が一応あるので、常にこのねダメージを出し続けるってことはできないんですよね。やっぱ一番簡単なので言うとレフトポジションキラーかな、左側にいるって条件だけなので。なんで全部の条件は重なった時の火力が高いですけれども、常に全部の力を出すことはできないよねって話ですね。ただ、さっき言った過激と120レベルの3万8000過激から弱点キラー M 乗るだけでも7万6000とかでしょ。もうそれだけでも結構ね、殴りとしては十分強いと思いますね。はい、もうシュリンガーラはもう元々壊れてたんですけど、さらに壊れたと言ってもいいんじゃないかなっていうキャラになってます。はい、ただ引くか引かないかってところの話になると、ちょっとね、今だとそのコラボキャラに求められるのってやっぱワンパンとか、まあそれこそあとめちゃくちゃいろんなとこ行ける、まあ例を挙げるとワンパンで言うと最近だとクガとか、ちょっと前で言う と、リヴァイとかがワンパンって言われるとこになってくると思うんだけど、でもめちゃくちゃいろんなとこで使えるって言われるとクガとかあとクラピカとかかな、当時のクラピカ、今はもう全然使わんけど、うん、とかみたいな感じのどっちかがやっぱ求められてくるんだよね。で銀さんに関して言うと、正直どっちにも当てはまんないかなと思ってます。楽々友情かって言われると楽々友情でもないから、集会とかでもちょっと億劫になりがちだと思うんだよね。でストライクショットが 1.3 倍の自走に対して周りのやつをブシブシ切りつけるんですよね。でそれがクソ弱い、はい、これはもう確定事項です。今回情報修正も入ってませんでした。はい、なんで弱いです。で、最後、追撃があるんだけど、木刀で追撃、これがね直近のさ、ホロホロとかがさ、自分のヒットポイントが高ければ高いほど敵に割合を与えるとかだったじゃないですか。銀さんはね、割合じゃないんですよ、そもそも。まあ、ここがちょっとマイナス点。プラス、威力が上がるのが、ヒットポイントがあればあるほどじゃなくて、なければないほどなんですよ。で、確か最大で40万とかなんですよね。だから、もうちょっと今の環境では、この SS の部分で修正を回らない限り、ちょっといくら火力を上げてもらっても、殴りお化けになるだけで、ちょっと汎用性とかは特化しないかなっていうのが個人的な意見ですね。はい。なんで、ちょっと使った感じも、うん、むちゃ強えってなるんですよ。使えるところで使えば。なんですけど、まあ、前回の銀魂コラボから、銀時どれぐらい使ったって聞けば多分みんなに分かると思うんですけれども、まあ、使わなかったですね、本当に。うん、結構好きな人とかはやっぱ選んで使えたりするんですけど、強いんだけど使えなかったみたいなところ、使いたいけど使えなかったみたいなキャラが、銀時でしたね。はい、でその評価は個人的には今回こんだけ修正をもらっても大きくは変わらなかったですね。火力のところは今の最先端に追いついたと思うんだけど、
っていうのが銀時の評価でした。はい、で次神楽。はい、神楽はレーザーストップが超レーザーストップになって底力が底力 M になったんだよね。で短縮ついたんだ。はい、で結構その神楽の長所っていうのを伸ばしたような修正になってましたね。はい、で神楽ってこの当時はね、この超 AGB ワープもそこまで多くなかったんで、そこだけでも希少性があったんですけど、今はもう真田半蔵とかいろいろ出てきちゃって、その希少性の部分はもうすでに失われてます。あ、でも当時ももういたんかな、もしかしたらちょっと当時もいたかもしれないですけど、半蔵がいたなったの。はい、で、まあ、そこの希少性はもう失われてしまったと。じゃあ神楽じゃないとできないことって何なのっていうと、やっぱこの SS ですね。はい、貫通変化してで動いた後に止まってからまた一番近い敵だったかな、一番近い敵に対してもう一回動き始めるんですよ。その修正を利用したのが神楽の使い方だったんですよね。例えば、未開の当時の銃とかかなで、自分がダメージを受ければ受けるほど火力が上がるってステージで、もうニードルパネルとかでわざと立て感してバババババババってめっちゃダメージ受けて攻撃力上げまくって再度動き出すっていう修正のところでボスにドーン突っ込んで一撃ズドーンみたいなのができた。はい、だから自称系のクエストだったらこの SS って本当に光ったと思うんだよね。うん、でかつその自称してるからさ、ヒットまでもちろんゼロになるわけよ。その時に底力が発動したのね。だから神楽ほんと強いって言われたので、今それがさらにさ、ストライクショットの SS ターン短縮で SS も速くなったでしょ。でかつ底力が M になったんで、その自称クエストでの火力っていうのはもう超大幅に上がったと言ってもいいですね。はい、なんでそういうところで使うには神楽って引く価値があるかなと思ってるんですけど、それだけ。はい、それだけです。うん、今の重力ワープ反射タイプの非属性真田半蔵、この辺りのスペックにね、まだねちょっとね、その SS をなしにした時に追いついてるかって言われるとちょっと追いつけてないかなって個人的に思ってますね。うん、なんでわざわざその例えばエーテルとかで使うために引くとかそういうのはしなくていいかなって思ってます。で今後じゃあ神楽ってどういう風に使えていくのかっていうとね、ラグクエストですね。ラグクエスト、うん、最近やっぱ増えてきた、まあ、ほんと直近の月球局のアタッチボムでダウンして、ダウンのラグ後にアタッチボム発動してドンドンドーンって削っていくみたいな、ああいうのがね、神楽が SS 使ってなんかドクロマークの敵を倒す、で倒してる間ってさ、動いてもさ、相手なかなか防御ダウンしてくれなかったり弱点効果アップしてくれなかったりラグがあるじゃないですか。そのラグを止まった後に動き出すのところで火力を出していけばいいキャラになるんで、そういうラグ系のところではやっぱね、神楽はね強いのかなって思いますね。うん、なんで今後使える可能性があるとしたら、またそういうこの SS で悪さができるところだと思うんで、それにかける人は引きに行ってもいいかな。個人的には今持ってないって状況だったら引きに行かないです。はい、はい、ってことで神楽がそれでおしまいですね。次カツラ。はい、カツラは状態上回復がついたと、で優勝コンボがめちゃくちゃ強くなったって感じですね。うん、今回まあ一番なんか使う可能性があるかなともうちょっと思ってるキャラなんですけれども、まあ調教トライブパルスってさ、どこでさ出勤があるかわかんないじゃないですか。ただまあ調教トライブパルスも増えてきて、今調教トライブパルスに当たっとけばいいやみたいなクエストはそこまでないんですよね。うん、なんでそういうのを待ちになると思うんですけれども、で多分不動明会かな、まあもう今やる人いないと思うけど、不動会とあと手稲もしり、俺も超直近で運極にしたんですけど、手稲もしりマジでカツラ強かったんで、はい、でカツラがいたら楽になるっていうぐらいは強かったです。はい、でカツラの一番強いところって、今回この情報修正された優勝コンボもそうなんですけれども、これストライクショットなんですよ。これはい、触れた味方のスピード一定期間アップ、これが20ターンで打っても24ターンで打っても継続ターン一緒で倍率が違うだけなんですよね、自走のね。でそれが3周続くと、これスピード上がるんですけど、いやこれ強いっす、これ強い本当に。やっぱね3周スピード上がるから強いっすね。うん、このカツラのまあなんか当時強いって言われた理由にもなるんですけども、まあ、カツラがお互いがお互いをねこのスピードアップすることによって、超アンダム 1.3 倍と弱点キラー 1.5 倍での貫通タイプでの殴りが行えるんで、まあ、アタッカーとしてはもう十分な性能なのかなと。うん、ただ今、まあ、定年欲しいみたいな例挙げましたけど、一応ゲーテとかが他に定年欲しいとかで使えたので、別になんかそのために引くっていう必要はないかなと思ってますね。ただ今回ガチャ引くにあたってカツラが出たら普通に喜んでもいいと思います。うん、強いと思いますね。はい、ただ持ってなかったらどうするかって言われると、あーでも悩むかもしんないですね。うん、全部持ってなかったら行くと思う、カツラ狙いで。はい、でもなんかでも銀時と神楽両方持っててカツラだけいないって言ったらちょっと行かないかもしんないなっていうぐらいの温度感ですね。はい、で次土方&沖田非属性。超アンチ原則壁が
つきました。新たにですね、これはね、超でね、アンチ元素核がついて、レーザーがよくわかんない反射レーザーからスクランブルレーザー L になりましたと。うん、でこれ皆さん、パッと見た時に、おっと、これ来たと、カウシーディアやってなったと思うんですけれども、これ使うパーティーによっては絶対使えないんですよ。うん、まあ多分これもみんな分かってると思うんですけれども、あの運枠は別に誰でもいい、うん、誰でもいいんだよね。で、まあ、種族とかはちょっと一旦置いといて、で、エビスでやってる人が試しに行って入れてみようかなは OK、 これは OK ですね、完全に OK ですね。で、ウラハラでやってる人が試しに入れてみようかはギリ OK、 まあ、なぜかっていうのは反射が共存しちゃうんで、ね、うん、まあ、他に多分フレンド枠エビスとかでやってる時ってやっぱエビスが1本いるなら、まあ、もうちょっと貫通増やしたいかなみたいなイメージがあるんで、まあ、そこをこいつにするならまたウラハラもう1本入れればよくねってなっちゃうのがちょっと残念なところですけど、うん、まあでも裏腹はまあギリギリ OK で、一番ダメなのがマルタアルファ、これマルタアルファの敵です。こいつもうマルタアルファはこいつを売却してもいいレベル、本当に敵です。なぜかっていうと、マルタアルファの長所って自身でストライクショットで状態異常になって状態異常底力を出していくよっていうのがマルタアルファの長所なんですよね。見てください、こいつのアビリティ、これマルタの状態異常消すんですよ、状態異常回復で。こいつは一番やっちゃいけないところにね、足を踏み入れました。なのでマルタアルファで周回をしようだったり、もうすでに今周回してますよって人は、こいつと共存させるのは絶対ダメ、絶対ダメです。しかも超アンチ原則壁で無駄に動き上がるので、マジで多分状態上消しちゃうと思うんだよね、うん、なんでまあ別に死活問題かって言われたら死活問題ではないんですけど、あの強さが消えてしまうのは相当痛いじゃないですか。うん、なんでまあ共存はできないっていうところかな。なんか使えるキャラを増やしてくれたって分にはむしろプラスに考えてもいいと思うんだけど、でカウシーディアに、肝心のカウシーディアに勝てないから適性がいない。マルタアルファも引けないし、エビスも限定だから引けないし、ウラハラなんてもう絶対引けないじゃん、増上点読んで勝てるわけねえだろって言って、これを狙いに行くかって言われたら絶対に狙わない方がいいと思います。じゃあこいつを狙いに行くためのオーブを絶対エビスに投げた方がいい、 100% それは言い切れますね。はい、なんで騙されないでください。はい、起きたは以上です。次、ゴリラ。はい、ゴリラ&ゴリラは、まあもう分かんないっす。こいつは。こいつどこを目指してるのかも全然分かんないですね。もともと幻獣キラーだったところが、幻竜封じ M になりましたねと。はい、幻獣に対して2倍出せるようになった、加えて、ドラゴンに対しても2倍出せるようになりましたと。うん、でまあこれ SS 端子が良かったですね。こいつマジ28単 SS 持ってるくせに、マジで SS が長かったんで、まあ、最近だとこの倍率だったら普通24で打って、出てくれるんだよね。なんでどっちかでいうと短縮つけて、かつ SS のターンもちょっと短くしてほしかったなっていうのが個人的な意見ですけど、うん、で全敵ロックオンレーザー L が EL になったと。まあもともとパワー型なんでね、キラが乗んない限りそこまで強い友情とは言えないかなって感じですね、今の時代だと。で確かね、 SS がねこれ28ターンなのに加えて、パワー型なのにね、これね確か壁倍率 80% とかのやつなんですよね。で自走がかかるんですよこいつ、確かそっち側だったはずですね、うん、で分身はもうあれです、おまけだと思ってください。ゴリラいっぱいでんですけど、うん、でまあほんと壁とのフィニッシャーって感じの使い方しか過去にしたことがないですね。近畿7にもうなんかめちゃくちゃ恨みがある人が引くキャラですね。はい、恨みがなかったら失礼しましょうね。はい、まあただね、もうこいつは原則感を持ってて、一応今のギミックのところでそんなに代表がめちゃくちゃいるわけじゃないので、まあ、いたらなんかハマった時に安心かなって感じのキャラにはなってると思うよ。はい、で次高杉。はい、第2弾コラボの最後のガチャゲンですね。はい、高杉はブロックがつきましたね。うん、まあもともと採用のところで言うと、近畿24か、近畿24当時むちゃくちゃ助けられた人多いと思う、うん、でこれ僕持ってないんですよ。持ってないからもう結構普通に嫁ちゃんとか友達とかに、ちょっと高杉出しといてくんねみたいな感じで毎月近畿24を登ってたってぐらい当時強かったんですよね。で今もうやられた方だよね。もうアルセール出たあたりか、ああいや、グンアルが出たあたりか、まあ、グンアル、アルセールってきて、もう友情でさ、サンダーバードがやれるようになってしまってからはもう本当にあそこ消化源になったので、わざわざ今この高杉を引きに行くかって言われると、引きに行くことではないかなって個人的には思ってますね。はい、ただまあちゃんと強いところも言っておくと、号令がね、通常号令なんですけど、自走 1.5 の味方も弾いたやつ 1.5 なんですよね。なんでまあ倍率は別に悪くないので、うん、まあそういうところ見て引くならまあ悪くないかなって感じですね。であと今回ブロックがついたことによってアリアに行けるんだっていうよね、多分ね、うん、ワープブロックなんで。はい、なんでまあダメ、ワープブロックだから
1体いるだけで結構いろんな高難易度いけるキャラにはなりましたよね、うん、なんでいて迷惑になるってことはないんですけれども、まあ、アリアに勝てないとか適性が少ないって人は狙った方が、まあ、狙う価値はあると思いますね多少、はい、ただもう最近ね通常キャラもめっちゃ強いんですよ。リチャードとか、あのワープブロックもらった系のキャラがね。なんで別にその辺がいたら勝てるんで、そんな困ってる人もいなそうな感じはしますけれども、あとワープブロックは結構降臨強いのが多いんでね、うん、なんでまあそういうところとも相談しながら、あの年末年始で多分あのシシジロー&ウリリみたいなのも取ったと思うし、なんで、うん、まあそんな困ってないと思うんですけど、一応アリアで使えるようになりましたよっていうんだけちょっとお知らせしておきますね。はい、ってことでこれがガチャ券6体の評価でございます。次、降臨超究極復活してるんだよね今回ね。今のところ発表の段階だと超究極の復刻はないので、まあ超究極カムイの方は別に取ってもよかったかなって感じはしますけど、まあそんなに痛くはないね、どっちが来なくてもね。はい、で今回やんなきゃいけないのは吉田さんですね。新しく来た超究極、これ期間短いし周回系なんで結構簡単だと思います。簡単って言い切れないですけど、まあ俺これ今来る前に撮ってるんでね、はい、簡単になると思います。なんで絶対作ってください。強い、結構性能が良くて、なんか今の時代に出てきやすいギミックに対応してるので、うん、多分今後活躍もちょっと見込めるんじゃないかなって思いますね。当時ね、銀魂のコラボはね、高杉超究極、カムイ超究極、どっちも結構ね出勤率が高かったんですよ、しばらくは。なんでこの吉田さんも期待しいんじゃないかなと思いますね、うん、で究極の方で言うと、当時出た時は希少性が高かったのがね、起きたですね、枚数ブロックだったかな、うん、枚数ブロックで板点の枠とかになってたんだよね当時ね、うん、で今後もそういうクエストが出てきたら希少性が高いのかって言われると、今はもうフレアミスでしょ、コクスティアとかいる、あとあれだペンネファウンティとか、あの辺が多分全員枚数ブロックなんですよね。なんでもうあれですね、そんなに希少価値も何もないの でバズーカの追撃とかがなんかめちゃくちゃ良かった気がするんですよねあいつね。なんでまあ作んなくてもいいかなって感じしますね、起きたのね、はい、が当時あれだったやつね。でさっきちょっとパッと見た時に坂田金時がむちゃくちゃ無理やりですよ、むちゃくちゃ無理やりカンデラの枠になりそうで、光属性の重力原則壁ってまあカンデラの時もそうだったけど結構少ないんだよね枠がね、相当みんな枠で悩んでた気がするので、まあここで言うと今だったら一番希少価値は高いんじゃないかなと思うので、金時は別に作っておいてもいいかもしれないね、はい、っていうのが、一応降臨でございましたと。はい、まあ全体を踏まえて俺は全部持ってなくても両方スルーするかもしれないですねはい、まあ理由がちゃんとあって、まあ年始でさお金いっぱい使っちゃったじゃん僕たち、はい、なんで我慢しよう、うん、我慢しよう、これ残りのお年玉借りに来てるから、うん、残りのお年玉借りに来てますよこれは、うん、なんでまあ我慢してもいいかなって個人的には思ってます。ただ銀魂好きな人は違うよ、銀魂好きな人はもう何も考えないで引きに行っていいと思うんだけど、僕で言うコードギアスなんだよそれは、はい、はい、なんでまあちょっとトータルで言うと、まとめると、まあ、ガチャには別に弱くはないですからね、ちなみに、うん、キャラ持ち使える人からしたら普通にどれ引いてもどっかしらに使い道があるっていうメリットもあるし、情報修正もらってるんで強いんですけれども、まあ我慢が俺の中ではいいと思います。はい、で降臨超究極がないので吉田さん今回来た超究極は絶対に作ってください。はい、で起きた希少性高かったけどいらない、坂田金時今のところ希少性が高いんで、まあ別に作ってもいいかなって感じの結論に至りました。ってことでバーッと喋ってね、毎回喋ってるだけですけど最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったら最後にね、チャンネル登録高評価教えていただけると嬉しいです。ということで皆様また次の動画でお会いしましょう。ありがとう、バイバイ。